皆さんこんにちは、ゆいみんです。やってる。はい、8月毎日トーク本当にお疲れ様でした。頑張りました。本当にちょっとだけね、ちょっとだけお酒を飲みながら、今日はね、8月のことを振り返っていきたいなと思います。そして今後のことについてもね、どうしたいの、お味噌汁がいいのみたい、私も飲みたい、飲んでいい、乾杯。ゆめみん日和、初めて毎日投稿をね、8月してみたんですけれども、本当にたくさんの方が見ていただいて本当にありがとうございました。毎日ね見て、毎日コメントしてくださった方もいらしたので本当に嬉しかったです。コメント返信がね、なかなかできなくて本当に申し訳なかったです。コメントのおかげですごい励みになって、温かいコメントをねたくさんいただけたので、頑張れたんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。結構ね、無理してないですかっていうコメントをねすごいたくさんいただいて、すごいご心配をおかけしちゃったかなと思ったんですけれども、旦那をはじめ本当家族の協力があったおかげで乗り切れたのかなと思います。夏休みだったからっていうのもあったしね、今日はねそのまあ打ち上げというか、まあお疲れ様会みたいな感じでちょっとこう晩酌中にお届けしておりますね。まず今後についてなんですけれども、9月以降なんですが、まあ、一旦ね金土日の4時投稿に戻します。一旦ね、もう本当に一旦、まあ、とりあえずね、まあこれ今まで通りなんですけれども、ちょっと8月やっぱちょっと限界突破をしたおかげでもね、多分ね数字的には3ぐらい限界突破した、わかる。もうゲーム脳になってるけど、プラス3ぐらい限界突破したんじゃないかなって思うんですけれども、多分ね金土日戻したとしても少し余裕があるかもしれないんですよ。少しね、これからはですね、月曜日か木曜日の時間はですね不定期に動画を投稿しようかなと思います。金土日はもちろん変わらずね常に出していく予定なんですけれども、月曜日からも木曜日も何時に出すかもわからないし、いつ出すかもわからないんですけど、不定期なんですけど動画を投稿することがあるかもしれないので、ぜひね皆さんにはチャンネル登録とあと通知ボタンをね押していただきたいなと思います。だからこそ今こそ通知ボタンを押してほしいなと、もう私たちもいつ投稿するかっても本当にその時にならないとわからないぐらいの気持ちでやっていこうと思っているので、 PC の方はチャンネル登録ボタンの隣にベルマークがついてるんですけど、そこをクリックするとできます。で、スマートフォンの方は、こちらもチャンネル登録の隣にね、ベルマークがあるので、そちらをタップしてください。こちらでね、通知を受け取れますので、ぜひよろしくお願いいたします。やっぱね、子供がもう成長してきてくれたおかげで、もうね、昔よりは本当に楽になったなと思います。どう思う？楽になってないよ。忙しくなったより。だって、トイトレも始めて、子供たちのイヤイヤ期までは言ってないけど感情が出るようになったりとか、自我が強くなってきたよね。自我が強くなってきたから撮影も大変になってきたし、大事なことを伝えたい時に子供がニャーって言ってたらもう一回言い直したりとかも裏ではしてるし、うん、そういった大変さは増えてきたかなと。もうさ、生まれてきた頃とかに比べるともう忙しさがなんかやっぱ全然違う忙しさじゃん、うん、もう3ヶ月くらいまでとかもう本当もう覚えてないもんね。睡眠時間もなかったし、まあその頃から比べると少しは楽になったのかなとは思うんですけれども、でも単純に子供たちと一緒に遊ぶ時間が増えてきたので撮影の時間は減ってきたのかなと思います。その中で頑張ったっていう感じですね。育児家事をしながらの動画投稿って本当に、まあ、大変だなって思ったんですけど、まあその中でもね、なんかこう睡眠時間が取れないのが大変だったかな、一番寝る時間がやっぱり取るのが大変だったっていう感じ。今月はいっぱい寝よう。今月はいっぱい寝たい。10時間。なんか私が社員で YouTube をやってた頃はもう1日に8本とか撮影してたことがあって、もうほんとスケジュールを過密に立てて、でなんか、まあ、チームでやってたからね、みんなでやってたからできたんだけど、もう週に18本とか投稿したこととかもあったんですよ。だからなんか毎日投稿するっていう感覚はどちらかというと当たり前だったんですけど、やっぱこう育児しながらだと難しいかなと思って週末に最近やってたんですが、まあね全然違う、やっぱり大変だなと思いました。その時はチームでやってたっていうのもあるけどさ、今はもうこうやって自分たちで個人でやってるからっていうのもあるんだけど、本当はねできるだけたくさん動画をお届けしたいっていう気持ちはあるんですが、無理をしない程度に、今年の目標無理をしないですから、まあこうまたねやりたいなと思うんですけど、どうでしょうか。
どうでしょう。でもね、不思議とこう辛いっていうよりもこう楽しいの方が私はね勝りました。この1ヶ月間大変だったけどね、やっぱりこう育児してるとこう家に引きこもりがちで、こう、ね、やっぱ社会とねつながりを持てるっていうのがねすごいね、やっぱ YouTube はいいなって思いました。こういろんな人がさ、ゆめみん日和の動画を見て元気もらってます、楽しみにしてますっていう声をねいただけたっていうことが私の中ですごく嬉しかったし、撮影してるからこそ子供たちのなんかこう笑顔みたいなのがこの夏はたくさんできたかなと思うので、うん、言ってるけど美味しいのみたいなね、美味しいのうんなんだよね。うん、嬉しいもんよってね。あまり外に出れない夏だったけど、あ、めっちゃあったママの、ちょっと忘れちゃった。 YouTube があったからこそ元気にね楽しく過ごせたんじゃないのかなと思います。何食べさせてほしい。まあ9月以降はね、まあ、少し更新ペースは毎日投稿いるか落ちるかもしれないけど、今まで通りやっていくし、今まで通りマイペースに YouTube をやっていきたいなと思います。まあいつになるかわからないんですけど、また毎日投稿をねしてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそのためにはね、旦那の協力とかもすごい必要なんですが。本当にやりたくないって言ってたじゃん。疲れる疲れるって言ってたから、まあ旦那にもねかなりね最後の日とか ASMR 頑張ってもらったりとか、まあ罰ゲームだったけど、本当にありがとうございました。ご協力していただいて、お疲れ様でございました。まあね、こんな感じで振り返ってみたんですけれども、本当にね8月を乗り越えられたのは視聴者さんのおかげだと思っております。楽しい時間をありがとうという気持ちです。じゃあ皆さんと乾杯。はい、乾杯。はい、タコも乾杯。はい、はい、乾杯。毎日投稿を乗り越えて、まあ、限界突破パワーアップしたゆめみん日和の方をね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。それではこの動画見てくださってありがとうございます。よければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。もう上手になったね本当に。ご飯食べてる途中だよ。はい、めちゃくちゃ美味しいよ。クリームチーズとクラッカー最高よ。うん。うん。うん。ちょっとふわっふわしてんな。うん。うん。うん。